死者の日を描いた、絵画死者の日、または万霊節は、キリスト教で、すべての死者の魂のために祈りを捧げる日である。ローマカトリック教会では、正式には、ザ・コメマーション・オブ・オール・ザ・フェイス・フル・ディ・パーテットと呼ぶ。カトリック教会では、諸聖人の日の翌日の11月2日である。死者の日が手術と重なった場合も、死者の日のミサが捧げられる。カトリック教会では、 ミサの聖書朗読配分が定められているが、死者の日に関しては固定されておらず、死者のためのミサのものから自由に選べる。カトリックでは、人間が死んだ後で、罪の清めが必要な霊魂は、煉獄での清めを受けないと天国に行けないが、生きている人間の祈りとミサによっ死者の日は、このような発想に基づいて、煉獄の死者のために祈る日という性格がある。 死者のために祈るという発想自体は古代からあったが、キリスト教の歴史の中で死者の日というものを取り入れたのは、クルニー修道院の院長オディロであると言われている。ペトルス・ダミアニの記した、聖、オディロ伝には、オディロと死者の日についてこんな話がある。聖地から帰った巡礼者が嵐によって、とある孤島に打ち上げられた。そこには一人の修道士が住んでいた。 男はその修道士からある岩を示された。その岩の隙間から煉獄の様子がうかがえるというのだ。男が覗き込むと煉獄で苦しむ人々の声が聞こえる。修道士は悪魔が死者のために祈られると死者の魂が早く天国へ行ってしまうから不愉快だとぼやいているのも聞いたと男に語った。男は故郷に帰るとすぐにオディロに会ってその話を伝えた。 そこで、オディロは11月2日を死者の日と定めたので、こうして死者の霊魂のために祈りを捧げる習慣が生まれた。そしてクルニー修道院から系列修道院へとその習慣が伝えられ、やがてフランスから西欧全体へと広まった。大陸ヨーロッパの国々ではプロテスタントが主流の国であっても死者の日は廃止されなかった。マルティンルターは聖書に 根拠のないすべてのキリスト教伝統を廃止しようとしたが、それでもザクセン地方から死者の日の習慣を廃止するには至らなかった。死者の日は単なる教会歴の祝い日という枠を超えて人々の文化の中に根付いていたのである。フランスでは死者の日になると墓に飾りを施し、ドイツでは墓に花を飾るなど地方によって独自の習慣がある。プロテスタント教会では生徒の日、 諸聖トピー、昇天者記念日などとして、手術の礼拝を捧げる教会もある。宗教改革の時代、イングランド国教会では、死者の日が一時期廃止された。しかし、後の聖公会では復活し、日本聖公会においては、初魂日と呼ばれて、小祝日とされている。東方聖教会や東方天霊カトリック教会では、死者の日は年に何度かの土曜日に祀られる。 メキシコでは、アステカの風習と集合した。万聖節の11月1日と万礼節の11月2日を死者の日として祀る。ありがとうございます。